海部駅は、徳島県阿群海洋町奥浦沢一宇谷にある、浅海岸鉄道の駅である。駅番号は、AK28。2003年12月放送の日本テレビ系、テレビドラマ、俺たちの旅30年に SP30 年目の運命で、ロケに使われた。ホーム以下は、阿波海南方が、DMV 工事に入る前の2020年7月17日時点での、状況である。 相対式ホーム2面2線を有する高架駅。開業当初は短式ホーム1面1線の構造であったが、朝あずまの開通時にホームが増設されている。高架駅であるが、高架上に私し線路が設置されており、2番線ホームへはこれを利用して移動する。かつては2番線ホームに飲み物の自動販売機が設置されていたが、現在は撤去されている。 トイレはホームへ上がる階段の斜め下の高架下に男女別と新商社用が設置されている。ホームへのスロープ及びエスカレーターやエレベーターの設置はされていない。駅利用者用駐車場がある。現在は無人駅だが、かつては高架下の駅舎に海洋庁観光案内所が所在し、簡易委託駅として乗車券の販売を受託していた。改札業務は行っておらず、 切符の回収と運賃収受は乗務員が行う。元厚生大臣の森下元春が記号した朝海岸鉄道開通記念の日が案内所の前、ホームへ上がる階段の付近に建てられている。麦方面へ向かう場合は阿波海南駅で乗り換える必要がある。元は海部町の玄関口として設けられた。阿波海南駅方面には構造物のみの町内トンネルが見える。 駅周辺には主に個人経営の店舗が点在し、その東には神社や漁港がある。その神社では毎年11月3日に753祭りが例年行事として行われ、その年に来場した子供のポラロイド写真が後日、ピアイフ内にて数日間展示されている。東駅北側の麦線上にある町内トンネルは当初は山を貫いていたが、宅地開発などによって、 山が切り崩された結果、構造物のみのトンネルとなり、赤瀬川原平の町芸術トマソンに純粋トンネルとして紹介されたり、テレビ番組、レールマガジン連載のトワイライトゾーン等でも多数取り上げられ、一躍有名になった。北隣の淡海南駅とは、海部川大橋を挟んで1 5トルと距離が短い。徳島バス南部海洋町営バス阿南駅。 関納裏駅間のみ、途中乗降可能。現在、工事中につきバス代行輸送中。朝海岸鉄道、朝浅東線、普通海部駅、四宿駅代行バス、淡海南駅、海部駅四宿駅。ありがとうございます。